はい、中年オタッキーです。もう今週はね、動画を上げないつもりでいたんですけども、ツイッターとかを見ていただいてる方はわかると思うんですけど、先日月曜日だったかな、忘れちゃった、あ、ちゃうわ、火曜日の日か、フォトライブ、動画フォトライブをあの YouTube でアップされてるあの師匠の中田さんと、あとあのゆかりさんね、あの2人とも、YouTuber ですけど、お二人に会うことができまして、ね、わざわざね、高速乗っかって、安曇野のパーキングサービスエリアまで来てもらって、結構ね楽しい時間を、過ごさせていただきました。そういうこともありましたのでね、その報告がてらね、ちょっと最近デジタルでもちょろっと写真撮ってるんでね、その写真も紹介しながらちょっと動画を作っていこうと思います。それでは本編スタートしてまいります。今日はね、っていうかこの数日なんですけども、あのこのカメラで写真撮ってました。これね、ちょっとね、古い、ちょっと古い、APS-C 機ですね。EOS50D ってやつになるんですけども、画素数がね1510万画素かな。でね、60D からね動画撮れるようになるんですけど、これはもうね、あの静止写真だけですね。で、一応当時の APS-C 機のフラッグシップモデルになりまして、15万円ぐらいしたのかな、ちょっとはっきりわかんないですけど、僕のはね、あの結構ねくたびれてる中古を1万5000円で買いまして、今ね、あの EOS 5D Mark III の、サポートカメラ、お仕事写真撮るときにねのサポートカメラとして使っておりますけども、それでね、なぜこのカメラをね、出してきたかって言ったらね、フォトライブ中田さんの、お弟子さんのゆかりさんがね、最近、このカメラで、50mm の F1.8 と、あと18-155の、ズームレンズ、この2種類でね、あの写真を撮ってるということで、僕も真似して撮ってみようかなと思って、ほんで、なんかいい写真があったらね、そしてもしかしたらあのゆかりさんにね、お手本写真とかできるかなと思って。で、写真撮ってたんですけど、なんかね、どうもね、ゆかりさんの写真の方がいいように見えてきてまして。まあ、僕には確かにね、その、観光地とかでその写真撮るスポットに行けないってハンデあることはあるんですけどね、あのもう高速道路のパーキングでしか写真撮れない環境で生活をしておりますので、まあ、ハンデがあるにしてもね、35年も俺カメラやってるのに何ヶ月かやってないね、ゆかりさんに負けちゃダメなんだろうなと思いつつも、負けてるんじゃないかな、ちょっと負けてるような気がしますね。まあ、あの彼女にはね、やっぱね、あのプロフォトグラファーのね、中田さんがついておりますのでね、恐ろしい勢いでスキルアップしております。もうね、あの彼女の動画見たことある人だったらわかると思うんですけども、最初の頃と写真が全然違いますよね。恐ろしい勢いで上手になってますよね。で、中田さんにね、まあ電話とかでね結構お話ししたことがあったんですけども、直接お会いしまして1時間ちょっとぐらいね、話しさせていただいたんですけども、もうね、なんて言うんですかね、行動全部がプロですね。もうね、プロだなっていうね、思うとこがたくさんありました。これね、うまいことね、その表現できないんですけどね、もうね、それこそね、カメラの持ち方、置き方、からもう全部、違うっていうね、感じましたね。僕らはね、特に僕なんか、ジャンクカメラとか安物カメラばっかりって、結構手荒く扱うも癖がついてしまってるんですけども、商売道具ということでね、そのカメラを本当に大事に扱ってるなっていうのが、ちょっと見習わなきゃいけないなっていうのがね、分かりましたね。もうね、本当、ストラップとかでもね、もうピカピカの新品みたいなのがついてるんですけども、まあ、僕なんかね、お金がないっていうのもありますけど、ボロのストラップつけてますけどね、ストラップって結構重要で、ストラップで肩からかけるとかいうときにはね、やっぱ滑って落とすとかね、そういう事故が発生するんで、やっぱストラップは新しかったり、高いものがいいに決まってるんですね。で、今日撮った写真を、まあ、紹介、だいぶ脱線しましたけど、写真を紹介していくんですけどもね、このレンズね、キットレンズなんですね。1855の F3.5
5から 5.6EFS ですね。で、僕のはね、EOS KISS Digital N に、標準装備でついてきたやつで、もう十数年購入から経つんですけども、これ、まあ、キットレンズでね、結構バカにしている方も多いと思うんですけどもね、ご覧の写りです。これね、健康のね、プロテクターのフィルターをつけた状態で、太陽が入るようなね、状況でも結構枚数撮ってますけども、コントラスト崩れもそんなにないし、非常にね、シャープな映画撮れてますね。この1855っていうレンズは、デジタル一眼レフの APS-C 機でも標準ズームっていう形になってきておるんですけども、各社やっぱね、これバラマキレンズっていうことになってくるんですね。で、昔からバラマキレンズっていうのはね、質がいいっていう、まあ、なんていうんですか、公式がありまして、このレンズもね、その公式に違わずいい写りをしております。で、まあ、最近はずっとね、この、何ですか、2470F4L でね、ずーっと撮ってたんですよ。で、まあ、EOS50D でもね、この2470の F4L で、まあ、36mm から 105mm、36105っていう、フルサイズ換算の画角にしたらね、まあ、十分使える画角なんで、これで撮ってたんですけども、これ1855舐めちゃいかんすね。結構な写真が撮れます。まあ、マクロがついてないっていう意味では、やっぱ2470の F4L の方がいいんでしょうけど、これマクロがついてますんでね。まあ、それぐらいの差で、なかなかいい写真が撮れておりますね。APS-C 機を、使っておられる方で、まあ、1855持ってないっていう方、1855結構安いんでね、中古でも4、5000円で買えるようなレンズになりますんで、で、いきなり APS-C 機のボディだけ買って、で、3570とか 50mm だけでやってるような人がもしいらっしゃったらね、一本ね、買ってもね、損はないと思います。まあ今日のね、カメラ紹介、ちょっと適当なんですけども、まあ今日の動画はちょっと番外編みたいな感じになってまいりますんでね、まあご了承いただけたらと思います。はい、でね、いつものね、視聴者様の写真の紹介の前に、この動画をもちまして、視聴者様の、写真の受付の、今までストップしてたじゃないですか、カメラプレゼントね、あれで。で、それを解禁しますので、もうね、カメラプレゼントの応募もね、随分落ち着いてきましたんで、カメラプレゼントなんぞやっていう話、まだ聞いたことない人は、この動画の2本前にね、カメラプレゼント付き動画っていうことで、動画を紹介しております、アップロードしておりますんで、そちらをね、見ていただいて、ミノルタのね、なんだっけ、ミノルタエールと、キャノンの、キャノネット、初代キャノネット、1台ずつプレゼントします。当たりますということでね、18日ですね、12月、令和元年12月18日の23時59分59秒までお受けしますので、動画を見ていただいて応募していただけたらと思います。で、視聴者様のね、写真紹介なんですけども、お一人だけちょっと残ってたんですよ、取りこぼしでね。で、4枚までね、この時期は4枚までということで、3枚、投稿されておりますので、紹介してまいります。それでは、ベニさんの写真を紹介してまいります。はい、ベニさんの写真3枚見ていただきました。これカラー写真なんですけども、自家現像ということで、僕もねカラーネガの自家現像をやってないんですよね。まあ撮る本数が少ない、カラーはあんま撮ってないんで、撮る本数が少ないっていうのもありますし、カラーとモノクロと両方の薬液とかね、保管してたら、ちょっと大変なんで、まあモノクロだけ自家現像して、で、まあカラー現像はね、カメラの北島さんとかね、カメラの北村のアルトテンさんのその店員さんとか店長さんとかね、話したいっていうのも
あってね、あのお店に持って行ってるのもあるんですけどね、一時でカラーも自分で現像しようかなと思ってたんですけど、やっぱりあの店員さんと話したいからやっぱり持っていこうみたいな感じで、あのカメラのこと写真のことね、結構店員さんと話すのが楽しいんでね、特にねあの徳島のね、あのご在住の方だったら、カメラの北島もそうですし、カメラの北村の鳴門って、カメラの北島はね、そのあのちょっとお年を召したお父さんの方ですか、ものすごいカメラマニアでね、とにかくお話が面白いですし、店内にもね、あのもうあの展示されているだけの EOS-1V とかね、もう売る気が全然ないような、カメラとかもね、マニアックなカメラたくさんあってね、話が弾みますし、カメラの北村の鳴門店さんはね、もう店長さんとサポートされてる若い方がもうどちらもカメラ気違いで、とにかく楽しい話ができます。もう、もうちょっとしたらね正月休みになりますけど、四国に旅行されてるか、北村閉まってるかな北村閉まってたらしょうがないですけど、ナルト店さんもね、そうです、北カメラの北島さんもそうですけど、楽しいお話ができますんでね、フィルム一本でも買いに行っていただけたらと思います。カメラの北島さんはもうフィルムは売ってないかな、もしかしたら映るんですぐらいしか売ってないかもしれないですけどね。ちょっとかなり話はごめんなさい、かなり話脱線しましたけど、ベニさんの写真なんですけども、カメラがね、ライカ M3、でレンズエルンストライツのねズミナール、あ違うズミタールや、ズミタール、ごめんなさい、ズミタール 5cmF2、 ズミタールって言ったら何の光景だったかな、忘れちゃった。確かね、戦前のレンズじゃないかな。1939年か40年ぐらいに発売されたレンズなんじゃないかなと思いますけども、この写真、特にね、これ、傘がね、地面に転がってる写真、ちょっと注目して、今紹介してますけど、こう、恐ろしいぐらいシャープに写ってますね。これね、もう小石から何からがバリバリに写ってる。これ、スキャナーはな、これ、自家スキャナーらしいんです。ですけど、自家スキャンらしいんですけども、スキャナーもね、もしかしたらいいの使ってるのかもしんないんですけども、コンクリートのね模様からね、小石からねバリバリに映ってます。まあさすがの写りですね、ライカ。もう僕もねちょっとね、コピーライカかなんか買ってね、でレンズだけねライカのレンズなんか狙ってみようかなと思ってるんですけどね、まあ他にやることもたくさんあるし、先立つものも足りないんで買えないではいるんですけどもね。はい、ベニさんね初投稿でしたけど、やはりありがとうございました。で次の一応解禁、しますね、写真のね応募解禁しますけども、一度に2枚までとするんですけど、組写真の場合は3枚までいけることにします。この動画から組写真は3枚、バラバラ写真は2枚ということでね。で組写真はね、ストーリーをね感じれるようなものを求めます。なんかね、紙芝居ができるような3枚でねちょっと流れができるような、組写真があったらね面白いんでね、そういうね組写真があればでぜひぜひ送ってください。単品写真は2枚、組写真は3枚まで、投稿できるということで、ルール変更ですけどね、ちょっとルールちょいちょい変更してますけど、まあ試行錯誤しているということでちょっと勘弁してください。今日の動画はここまでとなります。で来週の動画なんですけども、一応ね結構取り上がってきてるんですよね。タロン35っていうカメラが取り上がったのと、あとヤシカエレクトロ 35MC ももうちょっとで取り上がるのかな。あとね、キヤノン A1 で撮った写真もね、取り上がってて、もう現像待ちの状態になってるんですけども、家に帰って現像する暇があれば、現像する暇がなかったらどうしようかな。ちょっとね、年末忙しいんで動画が止まってしまった、またデジタル。こんなカメラの特集するかもしんない。これカメラ5台セット500円で、僕で落札、これ1台100円ですか。これ、オリンパスのね、FE370 っていうね、800万画素のコンデジなんですけども、どんな写真が撮れるか、もしかしたら興味がある方もいらっしゃるとは思うんですけどね、100円のコンパクトデジタルカメラ、しかもこれバッテリー充電器もありゃ、メモリーカードも入ってましたんで、本当に100円で使えるようなカメラです。もうコンデジはね、とにかく売れなくなってゴミ扱い、ちょっとね10年15年前のコンデジは本当に完全にゴミですよね。今ねちょっとひどいことになってますけど、ちゃんと写真撮れるんですけどね、まあ
スマホがあるからっていうことでしょうけども、はい。まあ今日の動画はここまでということでね、また来週の動画ちょっと何になるかわかんないんですけどもご期待ください。もうねチャンネル登録者数が1800人の足音が聞こえてきました。だから今回ね1500人記念と100回記念のねカメラプレゼントを企画してますけど、もう2000人記念が来ちゃうかなっていうね、ちょっと2000人記念のカメラを早急に用意しなければという感じになってます。はい、大変ありがたいことでございます。はい、今日の動画はこれまで。来週の動画またお待ちください。この辺にね、今、チャンネル登録ボタンが出てると思うんですけどね、ぜひチャンネル登録、していただければと思います。でリンクありますんでね、他の動画も見ていってください。はい、それでは今日の動画はここまで。また来週です。最後まで見ていただきありがとうございました。